皆さんこんにちは私は案内役の猫のみーです今日は丸岡高校の日常や部活イベントを紹介していきます最初は日常を紹介していきます朝8時20分までに玄関を通過します8時半から朝読書が始まります1から7限目まで授業をして掃除をして部活になります 次に、部活の紹介をしまマロ岡高校には18の部活があります。サッカー部、剣道部、身体操部、卓球部、男子ソフトテニス部、女子ソフトテニス部、男子バスケットボール部、女子バスケットボール部、女子バレーボール部、野球部、バドミントン部、吹奏楽部、美術イラスト部、科学情報部、書道部、 ESS 部、放送部、地域協同部があり、そのうちのサッカー部、剣道部、新体操部は強化部になっています。また、去年新しく地域協同部ができました。最後にイベントの紹介です。5月に遠足、9月に学校祭、学校祭は夏休み中から準備を始めます。ここで、 今年の学校祭のオープニング映像を見てみましょう 文化祭が2日間、体育祭が1日あります。10月には2年生は修学旅行、1、3年生は校外学習があります。また、同じ月にマラソン大会があります。これで全ての紹介が終わりました。今日の学校紹介で、丸岡高校に興味を持った人は、ぜひ丸岡高校を進路として選んでみてください。 それでは皆さんまたお会いしましょうアディオス